日本北海道阿網尻市長阿網尻市長はかつて北海道に存在した市長の一つ。市長名は北見国阿網尻郡に由来する。市長所在地は阿網尻市。2010年4月1日、オホーツク総合振興局に改装。道内における阿網尻市長の1位置以下はオホーツク総合振興局における都市雇用権の変遷である。一般的な都市圏の定義については、 都市圏を参照のこと。網走市町の自治体1、北見市、2、網走市、3、門別市、4、5、大空町、6、美幌町、7、津別町、8、斜里町、9、清里町、10、小清水町、12、クンネップ町、13、桶戸町、15、サロマ町、17、縁軽町、18、優別町、19、優別町、 20、滝の上町。21、おこっぺ町。22、西おこっぺ村。23、大ム町全域が北見国の領域に属する。大部分は日本海側気候だが一部地域は太平洋側気候の地域も存在する。一次細分区域と二次細分区域は次のように分かれる。ありがとうございます。